ブルカーがあれ。これなんかいきなり階段だね、うん、リフト乗り場までは階段です。乗りましたリフト。疲れた。リフトを降りました。ここから登るんだよね。行きます。ここから1号路行けば45分なのね。私たちは今ここにいて、1号路途中まで行って4号路に行く。揺れてるわ結構。釣られてんだなって感じする。おお、屋久島でもこういう道あったね。そういえばタヌキって犬科だって。アナグマ、ハクビシン、テンもいるんだな。へえ、そうなんだ。フンに混じってんだこれの。階段の道もあります。休憩スペースだね、ここは。はい、4号路。ここまでなのかな、多分。4号路はね。ここで分かれ道に着きました。18分。ほぼ、1時間弱かな。着きました、山頂。結構遠くまで見えるね。おー、なんかビルも見えるわ。ということで、ここでお店もあってご飯が食べれます。多いね。遠足もいたしね。観光客もすごい多いわ、うん、
ここからは山々の景色が見えます。この辺になんか富士山も見えるみたいですけど、今日は見えません。晴れ間が出てきました。お昼ご飯でも食べる？うん、食べよう。お腹減ったね。これがお掃除小僧です。なんだろうね、お掃除小僧。かわいいね。高尾山自然休養林のことを日本語と英語でちゃんと発信してますね。こっちは動植物、知らないやつも結構ある。うん、このテラス席がある蕎麦屋さんで食べたいと思います。こういう感じのレトロな蕎麦屋さん、こういうお座敷もあります。きた、山菜そばとおにぎり、これ冷やし山菜そばと味噌おでん、美味しそう。いただきます。はい、じゃあご飯を食べまして、今またここに来たんですけど、3号路ちょっとくねくねの道を通って帰りたいと思います。号路よし、じゃあ行きましょう。そうだね、舗装された道。おー、いい感じ、いい感じ。ペンギン歩き中です。おー、できてる、できてる。うん、幅で歩いてる。はい、フラットウォーク。すごい。光が差し込んで綺麗です。おお、すごい。いっぱい倒れてる。キノコがいっぱい入ってる。こういう倒木にしか生えないのかな、キノコ。動いた、動いた。かわいい。すごい。そこなんか崖ですごいよ。ここがすごい。ということでリフト乗り場まで帰ってきました。じゃあ乗って帰ろうか。チケット買ったんですけど、タッチ決済は使えるみたいですね。じゃあリフトで帰ります。すごい景色。すごい景色いいね。遠くまで見えます。おー、ここ急だね、ちょっと急になった。サビの飛び方、ここから高いとこから飛んで少し先の低い枝に止まります。ここでカフェをしたいと思います。お芋のアイスとアボカド、抹茶ラテとアメリカーノ、いただきます。
その駅の駅からちょっと来たところにこういう水道とブラシがあって、普通の土をね落とせます。助かるね、うん、これで汚れたまま電車に乗らなくても大丈夫です。